そうですよ、現在ですね、15枚引いて3枚、2割を大吉を出しております。すごい確率ですけれども、はい、まあ、僕としてはあまり機嫌が良くなりません。それはなんか薄々、なんか僕はなんか機嫌があんまり良くないです、うん、なんか電波に乗ってなんとなく分かってはいたんですよ。なんかね、この番組は大吉じゃないと。どうだどうだ、それ言わないで。最初から全部大吉じゃないやつが出てどうなってるんだっていうのがこの番組らしい。いやいやいや、もうそれ言っちゃったら大吉受け負いの音が叫べなくなっちゃいますから。大吉受け負いにって言われながらも出さないところもこの番組だ。いやもうそれもう全部言っちゃったじゃないですか、やめてくださいよ。ね、だから巫女さんに頼んだらいけないよ、はい、ちょっと、巫女さんに代表くださいってそして代表くださいって頼んじゃいけないよって言ってる。いやもう頼んでも断られることってありますよね。頼んだので、京とか大京とかってあるんですかとは聞きました。そしたら一応ありますけどって言われたので。聞かないところが君が一流になれない。ちょっと待ってください、まだ分かんないじゃないですか。僕が引いたらね、はい、あれこんなに大京ばっかりおかしいなって彼女さんが飛んでくるよ。そこか、そこの地区。どうしたんですかお客さん、大表しか出ないの、なんとおかしいって。いいなぁ、もう今や羨ましいよ、そんな人が。大表引きたいな、大表引きたいな、はい、大表引きたいよ。なんだこれ。じゃあ今5枚引きましたので、おみくじを、はい、まずは年男さんです。ラジオネーム年男さん、さあ何が来るかな。超濃い超濃い中吉。どうこいつもおかしい。よかった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 。続いて続いて歌山さんです。歌山さん、今日次こそ今日だ、次が今日。今日が出たら困るね。今日が出たら嫌だな。中吉。違う、まだまだまだ、次ガジロ、まだある、まだ3枚ある、まだ3枚ある。次ラジオネームガジロさん、これは今日だろ、これは今日だろ、これは今日だろ。中吉。中吉って何なんだよ。次続いてキングさんです。大吉。何だよ大吉ってよ。続いて小一さんです。薬病神、はい、大吉。ありがとう。大吉ってよ。もうそろそろ今日出てお願い。ちょっと皆さん、え、何喜んでるんですか大吉出て。番組のリスナーなら今日でしょ。あ、消えた。いやでもすごい、2連発と、うん、ね、はい、とんちゃんお疲れ様。お疲れ様です。ありがとう、大吉引いてくれて。10日続いたな。場所を変えるか。